さあ今宵も行きましょうか。本日も今宵がお送りさせていただきます。本日の事件はリクエストによって作成させていただいております。皆様ももし何かご意見ご要望そういったものがあればコメント欄までよろしくお願いいたします。ただ手掛けられる手掛けられない等もありますので、その辺だけご了承のほどよろしくお願いいたします。では本日の事件はエンタゴー大行方不明事件でございます。新卒入社社員のエンタコーダイさんが出張先で突如として行方不明となる事件でございます。今もなお岩手県警並びに警視庁は情報提供を呼びかけておりますので、もし情報があれば警察までよろしくお願いいたします。最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。では行きましょうか。内容を説明する前に、この事件を初めて知った、解決してほしいと思った方はぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントよろしくお願いいたします。では行きましょうか。それではこの事件について皆様にご説明したいと思います。まず最初に行方不明となるのがエンタコーダイさん、21歳でございます。身長が171センチの55キロ。体型としては痩せ型となっております。そして仕事は医療系エンジニアを行っております。で、住まいは東京都大田区在住。そして入社1年目の新入社員となっております。多分この経歴からすると、高校卒業後、専門学校で専門的に IT 系を学び、医療系のエンジニアになったのでは。それでは、エンタコーダイさんがどのようにして行方不明になっていったのか、その辺を皆様にご説明していきます。2013年の平成25年3月7日、この日は木曜日でございました。東京から出張で岩手県の盛岡市に来ておりました。そして得意先を回り仕事をしていたんですよね。で、この日最終便で東京に帰る予定だったんですよ。もしかしたらなんですが、翌日が金曜日なので東京の会社に出社しなければいけないから最終便で帰ろうとしていたのではないかと私はちょっと思いました。仕事を終えたエンタコーダイさんは東京に帰ろうと JR 盛岡駅の改札前まで行くんですね。ここまでは防犯カメラ映像というものが残っております。でもなぜかエンタコーダイさんは改札を入らず、そのまま引き返してしまうんですよ。改札を引き返した後になぜかわかんないんですけど、すぐ近くのトイレではなく、エンタさんは地下まで移動し、そこの多目的トイレに入るんですよ。そして多目的トイレに20分以上こもっていたそうでございます。その後タクシー乗り場方面に向かい、そこから行方不明となります。エンタコーダイさんが行方不明になった後、エンタコーダイさんの所有物であるビジネスバッグが北上川沿いで発見されます。そのバッグの中身には現金、身分証などがそのまんま入っていたそうでございます。そしてその後警察の協力で北上川沿いを捜索いたしますが、手がかりになるものは何も得られませんでした。エンタコーダイさんが行方不明になってから4ヶ月後の7月に盛岡駅付近のビルの屋根上に捨てられていた携帯電話が発見されます。そしてその携帯電話には検索履歴が2つあったんですね。1つ目がセイカ盛岡、これは盛岡駅付近に何店舗かある中華料理屋なんですよ。多分食べたいと思って検索したのではないかと思われます。
そして次に検索履歴にあったのが岩木山。この岩木山というのは青森にある山なんですよね。まあちょっと個人的にいろいろ調べたんですが、自殺の名所とかそういうわけではなさそうですね。スキー場もあったり、またその信仰する神様っていうのも祀られているみたいで、結構登山客も多い山とされておりますが、一説によりますとこの岩木山ではなくて盛岡駅から割とすぐ行ける岩手山、そちらを調べてたのではないかというような説もございます。ではここでこの円太広大さんの行方不明事件というものは果たしてただの行方不明なのか、それとも事件性があるものなのか、その辺をちょっと考察していきたいと思います。では失踪なのか事件なのかを考察するにあたって、まず最初に失踪原因の3大理由について説明をしていきたいなと思いますが、今回は広大さんのことも絡めて考えていきたいなと思います。まず1つ目、仕事。まあ降格させられたりクビになったり、またはね倒産したりっていうので失踪することもあるそうなんですが、ただ彼の場合は1年目なんで叱られることは多いと思うんですが、まあ減給とかね降格クビそこまではいかないでしょうと思います。で2番目に家庭、まあ親からの DV、 またはねそのすれ違いとか、また親からしっかり働けって言われるプレッシャー等もあるかもしれないんですが、まあ考えにくいですね。彼も新入社員として入って、まあ、約1年経過するくらいですので、まあ家出ようと思えば出られますよね。で親御さんからのコメントとして、早く家に戻ってきてくださいっていうコメントがあったので、多分同居だっただろうということが考えられます。まあ家出ようと思えば出られるわけですから、で多分その費用もあっただろうということを考えていくと考えにくいなと思います。で次にね3番目、過度のストレス。まああるとすればね、仕事からのストレスが原因の可能性もあるなと思います。でこれはあるんじゃないのかなと思った理由の一つとして、一回は東京に帰ろうとしたわけですよね。改札まで行った、でも帰りたくない理由というのを考えていくと、もしかしたら仕事の可能性があったのではないかと私は思います。はい、それではね失踪時の必須アイテムについてなんですが、1つ目、現金。これはネットカフェであったりカプセルホテルなどに泊まる費用ですね。まあ現代社会に生きる若者がいきなり野宿とかなかなかできないですからね。で2番目に身分証、怪我の時やネットカフェ使用時などに使います。近年はねネットカフェも遠方だとしても身分証の提示をしないといけないケースもありますから。で3番目に衣服、これはねやっぱ気温の変化に対応するため、ましてやね失踪時は3月7日でまあ寒いわけですからっていうことを考えていくと、まあ衣服は最悪着てたと思うんですが、現金身分証に関してはね捨ててありましたよね、カバンと一緒に。そのことを考えていくと、たかが仕事だけのためにこの辺を捨てて消えてしまう理由がないんですよ。そう、今回のケースは事件性の可能性が高いのではないかと私は思います。はい、ではね円太広大さんがどのようにして行方不明になったのか、実際知らされている内容と考察を合わせて説明していきますが、まず一旦新幹線に乗ろうと盛岡駅の新幹線乗り場の改札まで行くんですよ。でもこの時は自分の意思で引き返しているんですよね。東京には帰らなかったのは自分の意思なんですよ。でその後多目的トイレに移動いたしまして、まあ20分以上そこで時間を潰します。でその後ね円太広大さんはタクシー乗り場付近に行くんですよ。で多分
ここからは考察になっていくんですが、そこで何らかしらのトラブルがあったのではないかと思います。その理由として盛岡駅付近のビルの屋上の屋根の部分から円太広大さんの携帯電話が発見されております。というのはここで何らかしらのトラブルがあって、犯人が投げたのかトラブルの時に飛んでいったのかのどちらかだと思います。その後北上川沿いで円太広大さんのビジネスバッグが発見されて、そこから身分証、財布などが発見されるわけですよね。だからもしかしたら円太広大さんはそこで自ら川の中に飛び込んだのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。なのでそこについての可能性もちょっと潰しておきたいなと思いますので、この後説明をさせていただきます。はい、ではね、広大さんが川に飛び込んだかどうかについて考察するにあたって、北上川はね、全長249キロございます。で、盛岡市から考えるとおおよそ200キロ近くあるのではないかと思います。で、ここで広大さんが発見されないとした2つのパターンというものが考えられます。1つは海まで流れてしまった、で、もう1つは腐食してしまったっていうことが考えられるわけでございますが、まず1つ目の海まで流れてしまったっていうところで言いますと、季節的に3月はそんな雨が降る季節ではないので、川の流れは緩やかな傾向にございます。また北上川は川の勾配が緩いのが特徴となっておりまして、緩いがゆえに流れもゆっくりな傾向にありますっていうことを考えると、海まで流れるということはまずありえないと言えます。どちらにしてもね、浮力というものが働いてきますんで、その途中発見されるでしょうということが言えるわけですね。では仮に腐食したとしたらどうなんのっていうふうに言いますと、腐食してしまったら人の骨は水の中に沈みます。これはしっかりとデータで集めてきました。ちなみに鳥の骨は浮いてきます。で、3月の気温ということを考えたら、まあ腐食して亡くなるには相当の時間というものが必要になってきますので、この線もなくなってくるわけですね。このことから川に飛び込んだという可能性はほぼゼロに近いと言えます。まあ、これらのことから円太広大さんはやはり事件に巻き込まれた可能性が非常に高いのではないかと言えます。はい、ではね、エピローグに移っていきますが、本当情報をお持ちの方がいらっしゃれば警察までお願いいたします。本当ね、どの角度で見てってもまあ事件性の可能性が非常に高いのではないかということが言えますんで、やっぱり親御さんとしてはね、自分の息子がどうなったかっていうのを最終的なやつを知りたいと思うんですよ。で、生きて無事に会えるっていうのが一番ハッピーではございます。まあそれを本当祈りたいなと思います。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。